オメガは、オペルが製造、販売していた E セグメントの乗用車である。セダンとステーションワゴンを用意し、後輪駆動を採用していた。前身はレコルトである。当時のオペルのフラグシップであったセネターの次に位置づけられていた。BMW もシリーズ、メルセデス・ベンツ・ミディアムクラス、アウディ100などと競合していたものの、オペルは2002年にオメガの生産を中止し、 以来 E セグメントから撤退している。イギリスではボックスホールブランドで、ブラジルではシボレーブランドで販売されていた。また、オーストラリアのホールデンコモドアは、オメガのプラットフォームを使用した兄弟車である。オメガシーディオメガキャラ版初代モデルである、オメガエは1987年に登場した。前年にデビューした2世代目のセネターをベースとしていた。 空力特性に優れており、標準モデルでは空気抵抗係数0.28を達成。1987年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。イギリスではボックスホール・カールドンとして販売された。また、1992年からはブラジルでシボレーオメガとして生産、販売が開始された。日本では1988年に オペルの総代利点であった東方モーターズが輸入を開始したが、翌1989年からは、イスズ自動車も独自に販売を始め、1993年より、ヤナセネットワークへ移行した。日本仕様としては、カーエアコンの能力不足や格納しない、ドアミラー、またエアロボディ上に、エンジン熱がこもりやすく、特に日本の夏においては、 オーバーヒート傾向にあったことが欠点とされた。全長 4690mm、全幅 1770mm、全高 1450mm。日本に正規輸入されたモデルは以下の通りである。ロータスオメガイルムシャーバージョンやロータスオメガなどのスペシャルモデルも存在する。イルムシャーバージョンはイスズディーラーでも販売されていた。 ロータス・オメガはロータスが開発した3.6リットルの直列6気筒 DOHC ツインターボエンジンをオメガ3000のボディに積み込みアルピナ B10 ビターボや AMG メルセデス 300E6.0 ハマーバージョンなどと並び1990年代を代表するスーパースポーツセダンの一台として名高い。なお、イギリス仕様のロータス・カールトンがグランツーリスモ4に収録されている。 オメガビーオメガビーキャデラックカテラ二代目モデルであるオメガビーは1993年に登場より大胆なエアロルックを採用したセネターとの統合を兼ねてボディは大型化しボディ形状はセダン及びステーションワゴンがラインナップされたまた長らく続いた直列6気筒エンジンは新開発の V 型6気筒エンジンに置き換えられたイギリスでは カールドンの名称が廃止され、オペル同様のボックスホールオメガとなった。1996年、1997年、1998年と年ごとに改良され、1999年、マイナーチェンジを決行。各部の衣装変更を行い、オペルのフラッグシップとして、ふさわしい貫禄を見せ、少々アグレッシブすぎたデザインは、保守層にも受け入れやすいものへ変わった。 内装も曲線を多用したインストゥルメントパネルから直線基調のデザインのものに改められた。日本においてマイナーチェンジ後は俗に2000バイトと称される。本国では BMW 製6気筒ディーゼルエンジンも設定されていた。また、シボレーコルベットと同じ V 型8気筒5.7リッターエンジン搭載モデルも限定で発売されたこともあった。アメリカでは当時、 GM のキャデラック部門が BMW やメルセデス、それに新規参入したレクサスに対抗するためカテラという名称でセダンを販売したが、売れ行きはかんばしくなかった。カテラは2001年モデルで販売を中止し、翌年には同じ後輪駆動車ではあるが、シグマアーキテクチャと呼ばれる新設計のプラットフォームを採用したキャデラック CTS となった。なお、CTS とは、 カテラツーリングセダンの略である。日本に正規輸入されたモデルは以下の通りである。なお、すべてのグレードでセダンワゴンのボディ形状が選択できた。ありがとうございます。